2月17日土曜日、ツ・リージョンプラザで外国人住民向けの防災訓練が行われました。大雨が降るとですね、現在、津市内で生活している外国人は1万人を超え、今も増加傾向にあります。日本に来て初めて地震や台風などを経験したという人も多く、津市では災害時に適切な行動を取ってもらえるよう、毎年外国人住民向けの防災訓練を実施しています。この日はブラジルや中国、インドネシア、ボリビア、フィリピン、モンゴルなど7カ国38人が参加しました。はじめに津市の防災担当職員から避難情報の種類と取るべき行動、ハザードマップの見方などについて説明されました。参加者の中には日本語を話せない人も多く、災害時の外国人支援などを行うボランティア、津市外国人防災リーダーズが通訳などでサポートしながら訓練が進められました。続いて2つのグループに分かれて訓練が行われました。津市外国人防災リーダーズからは、スマートフォンの地図アプリを使って自宅近くの避難所を確認する方法や避難所の看板の見方などが説明され、参加者に外国人目線のアドバイスが送られていました。協力ビルになると、もし空いてないだったらその日はその場所に逃げれないです。だから、もしデパートとかでも、それが逃げる場所に、もし夜中の1時だったら、その場所は行けない。これ、日本語が読めないからどうしたらいいかって、数字だけ見ても分かりますよね。日本語は読めなくても、やっぱり字だけ、これを自分の頭の中に時間とかでも入れた方がいいなと思っていました。また津市消防本部からは火災と救急の通報について説明され、119番通報は日本語がわからなくても通訳サービスを介してやり取りができることが紹介されると、参加者は真剣な表情で通報の手順を確認していました。このあと救命処置の訓練が行われ、参加者は消防職員の指導を受けながら訓練用の人形を使って心臓マッサージや AED の使用方法を学んでいました。私はブラジル出身です、はい、地震とかってあるもんなんですか？はブラジルはないですね、はい、日本語のできない方はやっぱり何をしたらいいか、何が起きているのかっていうのはわからないので、できればまあ教えてあげたいですね。どういうふうに行動したらいいのか、今逃げるべきなんかそうじゃないかというようなところですかね。その国の言葉が分からなくても、もう見える手振りで伝えればいいってことですか？そうですね、まあ、まず周りがパニックしてたら、まあ、自分たちも、まあ、多分同じような行動を取りますから、周りが落ち着いてたら、まあ、落ち着くように、まあ、まず伝えていただければ、はい。